ビタリー・ポタペンコは、ウクライナ・ケフ出身の元バスケットボール選手。NBA で12シーズン活躍し、現在は、メンフィス・グリーズリーズのアシスタントコーチを務めている。1992年に、ウクライナでプロデビューしたポタペンコは、1994年に、NBA 選手を目指すために渡米し、ライト州立大学に留学。 二年間プレーした後に1996年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。全体12位という高い評価を受けて、クリーブランドキャバリアーズから指名され、ウクライナ出身の選手として、初めて NBA ドラフトで一巡目指名を受けた選手となった。ちなみに2013年の NBA ドラフトでは、同じウクライナ人のアレックスレンが、全体6位という高評価で、 フェニックス・サンズから指名されている。その後、NBA の各チームでプレーした後、2007から08シーズンはリーガー区部でプレーし、2008年で現役を引退した。ポタペンコは、アメリカに帰国後、2009年からコーチ業を開始、D リーグなどでアシスタントコーチを行う中、2010から11シーズンはインディアナペイサーズのアシスタントコーチを務め、 さらに2013から14シーズンからは、クリーブランドキャバリアーズのアシスタントコーチを務め、2016年には、念願の NBA チャンピオンを経験した。ありがとうございます。